開けてみて。ここボロ。よいしょ。は？一生懸命やったんだよ。あえて何も言わんけど。ちょっと。いってー。マジのやつでしょ、それ。よいしょ。はい、じゃじゃーん。買ってきました、ダイソーで。ゴールド。ゴールド。ヤックン知ってるんだっけ、ゴールド。いや、多分知らない。えへへへ。怒られるかな。楽しんでやっちゃえばいいんだって。そうだよね、ね。やっちゃおう、やっちゃおう。そうそう。緑色めっちゃつくね。ほんとに？これ、取るのがあれかな。取れてきてるのかな。スー。何をスーしたの。スー。はい、じゃあ塗るところを上げていきたいと思います、はい、こんな感じよ、ね、あ、いいね。いや、うまいですね。こういうことは好きだからよ。じゃあ全部お願いしようかな。あら、それは良くないな。細かい作業、あれだね、大変だね。大変だね。うん。で、サムネ撮ろうで、サムネ。これ、カンカン、これいっぱい並べてた。緑になるやつ食べる、これ。それサムネでいい？いいよ。本当にサムネになったら泣いちゃう。なりそう。あ、いい、いつもの、いつもの。ダーッて。ダちょっと最初のここが量が多すぎちゃったね。最初に間違えてやっちゃったやつがよ。そのサイズ、サイズ何種類か作る？うん、だっけ、何個か作ろうかなって思った、うん、サイズ感。ほらほらほら、まぶしい。ガセあ、これ軍手欲しいな。ああ、軍手って持ってる？あ、あ、これ、これ、これついちゃった、マッチョ。クビーな。キビーね。うん。いや、でもここまで来たらもう後には戻れんからね。可愛くなった、うん、うん、本当に今急にこれ見た瞬間愛着が湧いた。可愛い。はい、おー、いい、かわいい。やばい。いい、うん、かわいい、かわいい。あ、これ手作りだから大丈夫。そうだね、手作りだから、うん、あ、自信持ってたわ今の言葉で、うん、だいぶ思い切ったね、これ。こう。う。いやー、斬新なデザイン。すごい。あ、でもね、本当にね、かわいい。お子さんが喜びそうな感じだね。アンコアワーズは、ちっちゃい子たちにね、うん、人気が出るようにね。あと、この星、大きい星、真ん中にやるって言ったのに、なぜかここにやっちゃった。やられた。本当は専用の塗料を使わなきゃいけないんですけど、なんかラッカーでもいけるっていうのをネットで見たんで、ちょっとスプレーでやってみました。まあ、ヤックン帰ってきて見るのがちょっとね、リアクション楽しみだね。うん、うん、怒られんよね。大丈夫よ。大丈夫だよね。ドンちゃんがやったって言ったら大丈夫、うんうん、ここボロ。よいしょ。あれ？あれ？いやー、大変だったこれ本当に。
あれなんで変わっとるの、うん、え、やったの。うん、あのあれ、あのバンクシーさんに頼んだ。バンクシーこれ、バンクシー塗ったの。うん、これそう、ちょっと名前も入れてもらって。いやバンクシー来たか。いやそれ出されちゃな。わあ、あーあー、こんななっちゃったの。なっちゃった、なっちゃった。いや雑よ、すごい雑よ。ほら見て、バンクシーちょっとこれ出してみよう、ちょっと見てみよう一回。ここ見てねえ、汚っ。あーマスキング甘いな、ひどいね。これ何で塗ったの。スプレー。スプレー、うん、ダイソーのスプレー、うん、船を、船をスプレーって、あのあれよ、シュッシュって出てくるやつよ。ミニ四駆までじゃないのスプレーって。大丈夫、船も塗れるって書いてあった。ほんと、あーしょ。マツさんこれ落書きよ。これ落書きだろ完璧に。いやもうでも誰が見てもアンコウのボートってわかるよこれ見てこれ。皆さんちょっと、ちょっとすいません、これどうすか、みんなこの雑さ。これ見てここほら。はい皆さん皆さん、いやこれ今時このさ、黒に金の星ってさ、今時暴走族でもやんない。しかもこれ見てこれ垂れてますからねこれ。あそう、逆で塗ったから上に垂れちゃった。そう塗ったんだよね。あでね、これ、うん、ちょっとこれ見てください。これ多分マスキングここまでやったんだよね、うん、ね、うん、ここちょっとこう何、まじゃかかっちゃった。型紙がちっちゃいもんで、型紙がちっちゃくてかかっちゃったと。そうダッサ。いや、ほんと素晴らしいね。ひどいですよ、これは。いや、いいですよ、これダッサ。みんな乗りたい、乗りたいって。めちゃくちゃダサい、これ皆さんやばいっすよ、恥ずかしいっすよ、これしかもこれ、ツートンよ、これそうここだって、色ちゃいますよ、これこれ、あれですか、これん、あの、もう地元行きっすね、これゼロ円で、あの、ゼロ円で、あの、一人に来てくれる方、あの、募集中ですよ、これ、うん、ヒロマッチョさん、はい、これね、僕の本当に宝物だったんですよ、うん、はい、もっと大事になったでしょう、うん、あー、早くこれで海出てーな。出たいね、海出たい。ってことで、これはこれで動画終わりでいいのかな。そうだね、この俺の悲しむ顔でみんないい、うん、これで最後じゃあニコッとして悲しい次回塗り直しのコーナーです。はい、はい、もう一回やりましょうね。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。でね、マッチョさん、はい、実はね、はい、ちょっとこうおまけ、うん、あの実はこう結構時間経ったじゃないですかこれ、うん、で治ったんですけど、うん、若干調子悪くなっちゃって、またあの一回ゲッチュでかけてから、そう社長にかけてもらってから、でやっぱ またちょっとぐずり始めて、全然エンジンかかなかったんで、うん、で実家に帰ってくるたんびにもうエンジンかけてた。である時かかんなくなって、であやばいなと思ってキャブレターを開けたの、うん、で部品が結構こうなくしちゃいけないような大事な部品があって、うん、不意にねこうくしゃみ出たんですよ。そしたらこう部品飛んでっちゃったんですよブシュってヘクションってヘクションって言って、漫画みたいなことある本当に出ちゃって、でいややべえ終わったってなったんだけど、その、まあ、部品買って今回、うん、で取り寄せて、部品届いたんで、うん、で組み直しました。なんでぶっちゃけキャブレターのオーバーホール的なことをやったって感じですね、うん、一回ちょっとエンジンかけてみましょう。お願いします。まだ調整がね不十分かもちょっと分かんないですけど、せっかくねもう動画回ってますからね、こうやって撮影班が来てくれてますからね。ちょっとこう、よかったねこのエンジン塗らなくてね。そうだね、うん、エンジンまで塗ったら俺マジで釘バット作ってます今頃漫画でしか見ないやつ、木製のバットに釘打ってますから、ね、今頃ホースが来ない、あのジュラシックパークで見たことあるシーンだけどねこういう感じの、あの雨の中デブがやってましたね、こういう感じのああ。水を溜めないとね、こうやっていけませんからね。エンジンかかったら、エンジンを冷やすのにね、水を循環してるんで、水を入れなきゃいけないっていう。そういうことなんだね。そうなんですよ。はい、下がった。おー、下がった。で、ガソリンコックをオン。オン。ここを開きます。カット。
オンにして、オンにして OK ですね。 OK、 はい、お願いします。いけるか。苦労したもん。これでいつでも海出れますからね。はい、唯一ね、もうただこれダサいっていう、これもう最悪ですね、もう。もうね、価値が落ちましたね。はい、いやいやいや、価値上がったでしょ。いや、これね、僕だからない予算で15万も出して買ったんですよ、これ、うん、多分今これ売っても2万ぐらいですね。はい、2万で買いでつくか分かんないですね。多分1円スタートできますよ、ヤフオクで。はい、はい、ダサいボートの回でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。なんか損したの俺だけじゃない。何も損してない。損したの俺だけじゃない。してない、してない。本当？